ローウェル・メイスン・ローウェル・メイスンは、アメリカの賛美歌の基礎を築いた音楽家。米国賛美歌の父、米国教育音楽の父と呼ばれる。日本の賛美歌にも大きな影響を与えた、米国の賛美歌史上最も重要な人物である。1792年にマサチューセッツ州メドウフィールドに生まれる。全くの独学で音楽を勉強して、1812年の時サバナに行って銀行員になったが、夜は音楽の勉強を続け、合唱団の指揮をして音楽を教えた。1822年、ボストンヘンデルハイドン教会から聖歌集を出版した。その後、同教会の総裁になる。1832年に G.J. ウェブと共にボストン音楽校を設立する。1835年、アメリカ最初の音楽博士の学位をニューヨーク大学から受ける。1837年には音楽教育法視察のためにドイツに行く。1854年以降は三男ウィリアムと一緒にニュージャージー州オレンジで余生を送り、1872年に没した。メイスンのスタイルは大衆的、民謡的、米国的であり、欧州の曲をたくさん編曲した。その代表作が主要を元に近づかんである。北の果てなる氷の山は英語で書かれた最高の世界宣教の賛美歌の一つと考えられている。ケリー博士の宣教師の教訓、ロバート・ハイマース、フロム・グリーンランド、SIC マウンテンズ。ありがとうございます。